なるみのご当地クッキング。皆さんこんにちは、伊達三人衆、伊達なるみです。僕のこの動画も今回で5回目です。イエーイ。今日も宮城の美味しいものを作っていくからね。そして今日僕のお手伝いをしてくれるのは、次女の伊達泉です。泉さんだ、よかった、僕安心した。安心したってどういうことですか？なんかよくわかんないけど、泉さんだったらなんか安心できる気がします。今日、泉さんと僕が作るのは宮城の郷土料理として有名なたらこ飯です。うわ、たらこ飯美味しいですよね。美味しいですよね。なるみさんの髪の色もたらこ飯みたいですよ。どういうことですか？僕の髪がたらこ飯？イクラみたいってことですか？いや、たらこ飯。たらこ飯。なるみさんって時々鮮明なところあるよね。そう、今日はなるみさんと僕でたらこ飯を作っていくよ。じゃあまずは材料を説明します。まず醤油です。醤油。次にみりん。みりんです。そして昆布。昆布です。あ、いい匂い、いい香りですね。この3つは鮭を煮るために使います。はい、そしてお米。いや、じゃあお米も美味しいですもんね。ですね。お米です。そして次に鮭。あー、綺麗、キラキラしてますね。美味しそう、うん、そしてイクラ。こっちもキラキラ、ね、キラキラ、うん、こちらは三つとも塩釜の市場で見せていただきました。美味しそうだな。新鮮で美味しそう。では早速作っていきます。まず鮭は食べやすい大きさにもう切ってあります。この鮭は一回置いといて、この鮭を煮るための出汁を作りたいと思います。じゃあさっきの昆布を泉さんお願いします。はい、昆布です。この昆布と、あとこっちにお鍋にお水を入れてます。このお水に昆布入れてお出汁を取ります。よいしょ、こんな感じかな。火をつけます。ついた。で、火は弱火ですね。これくらいかな。弱火にして昆布でお出汁を取ります。この時沸騰しちゃうとあんまり良くないので、沸騰する前に火を止めてください。では、お出汁が取れたので昆布を出したいと思います。すごくいい匂い。うん、すごい。ちゃんと水に色がついてます。綺麗ですね。よいしょ。では、おだしが取れたのでに調味料を入れたいと思います。はい、ではまずお醤油を入れたいと思います。次にみりんを入れたいと思います。もう美味しそうですね。いい匂いしますね。はい、調味料を合わせたので、はい、主役の鮭を入れていきたいと思います。はい、お願いします。はい、お腹空いてきちゃった僕。ああ、私もお腹空いてきました。いい感じですね。うん、ちょうどいいですね。はい、鮭を全部入れ終わりました。はい、あとは中火で7分くらいですかね。はい、いきたいと思います。
鮭が煮えました。じゃあまず火を止めて、この鮭をお皿に一回移します。あ、味が染みてそう、美味しそう。あ、いい色。これだけで食べたい。ご飯のお供に早く食べたい。鮭を全部お皿に一回移します。この鮭はこの後皮と骨を取るんですけど、ちょっと一回ご飯に移します。で、この煮汁、この煮汁はご飯を炊くときに使うんだけど、ちょっと今熱いので一回冷まします。では煮汁が冷めました。じゃあこれを炊飯器に入れていきます。入りました。はい、ではなるみさん、はい、炊飯器の蓋を閉じてスイッチを押してください。はい、スイッチ、ポチッと。わー、出来上がるの楽しみですね。楽しみですね。早く炊けないかな、楽しみだな。あ、そういえばたらこ飯って宮城県の渡りが発祥の地なんですけど、なんか渡りだとたらこ飯の出してるお店をめぐるスタンプラリーをやるくらいたらこ飯人気みたいですよ。スタンプラリーやってるんですか。みたいですね。私も最近ラーメン屋さんでスタンプもらって食べてるんですよ。で、ラーメン無料で1杯もらっちゃいました。うん、いや、それはあれですよね、スタンプラリーじゃないですよね。いや、でもスタンプもらえるんですよ。それはあのラーメン屋さんのスタンプカードですよね。ポイントが貯まる。スタンプ。おお、まあ、なんかちょっと違うけど。ノーライン。ノーライン。まあいいか。炊けました。じゃあ開けますね。はい。おお、美味しそう。美味しそう。いい匂い。じゃあ早速盛り付けましょう。おお。できました。じゃーん。え、泉さん、なんか盛り付け変わってないですか。そうかな。なんかちょっと変わった盛り付けですね。かわいい。かわいいですね。まあいいか。そういえばなんかさっきから BGM が聞こえる。あ、オルさん。それ俺の分もあるの。ありますよ。やった。じゃあ早速いただきます。美味しそう。いただきます。うん。ご飯味しっかり見てて、イクラとすごく合う。おいしい。うん、鮭もおいしい。うん、おいしい。うん、おいしい。おいしいですね。いきなり蒸しもん食べて、なんかといろはに申し訳ないな。うん、おいしい。ゆみさん、ゆみさん、ちょっとがっつきすぎじゃないですか。ちょっと、ゆみさん、ちょっと、大丈夫ですか。なんかがっつきすぎです。そんなキャラでしたっけ、泉さん。やってか、ちょっとカメラ回ってます。大丈夫ですか、そんな。え、でもダメだよ。ダメなんですか。申し訳ないな、本当に。申し訳ないって言ってたって止まってないですよ。泉さん、泉さん、皆さんもぜひ、腹こめし作ってね。バイバーイ。泉さん。いや、本当申し訳ない。いや、申し訳ないって。いや、喉引っかかっちゃいますよ。